今年のノーベル医学生理学賞に神戸医療産業都市推進機構の理事長で京都大学の本庶佑特別教授が選ばれました。ノーベル医学生理学賞をいただくことになりまして、大変名誉なことだと喜んでおります。神戸医療産業都市推進機構の理事長で京都大学の本庶佑特別教授の発見は、臓器のがんに効果が認められた治療薬オプジーボとして実用化されました。体内で異物を攻撃する免疫の力を強め、がん免疫療法の時代を切り開いた成果が最高の栄誉に輝きました。重い病気から回復して元気になった、あなたのおかげだと言われる自分の研究が本当に意味があったということを実感し、何よりも嬉しく思っております。日本人のノーベル賞受賞は2年ぶり26人目で、医学生理学賞は5人目となります。ノーベル賞受賞の一報を受け、本庶特別教授が理事長を務める神戸医療産業都市推進機構でも記者会見が開かれました。ノーベル賞受賞者を理事長に持つ組織として、神戸医療産業都市のさらなる発展を目指し、業務に邁進いたす所存でございます。また神戸市内では号外が配られました。すごいと思います。これからも頑張って、はい、取って、ね、いただきたいと思いますけどね。なかなかこういうのってね、難しいけど、がんの免疫すごい。受賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで開かれます。